日本三重県島市磯部町檜山檜山峠から見た檜山の集落磯部町檜山は三重県島市の地名、島市の中西部に位置する四方山に囲まれ地区の中央付近に小さな集落を形成する西側を渡来郡南伊勢町に接する北は島市磯部町ヤンバル東は島市磯部町ハザマ南は島市浜島町ハ間マ湖 島市浜島町檜山路、西は南伊勢町上津助と接する。島地域合併協議会は2003年6月20日に町名、あざめへの取り扱いについて協議し、檜山の表記として、ひのきを用いたウェブ語が国土地理院の地形図や磯部町市では檜山の表記を採用している。ただし、同協議では南隣の浜島町ひ山まは、ひではなく、 ヒノキを用いている、ウェブ語。中世に、ハザマ村から4家族が移住し、開拓したのが、始まりとされ、当時は、ハザマ村の出境扱いであった。戦国時代には、島国東市軍に属し、古書には、檜山と表記された。当時の、檜山から、伊勢神宮や、別宮である、伊蔵宮の正殿造営の際に、ヒノキが切り出されたという。 天文23年後院12月の記録によれば、入原の伊蔵宮仮殿、造営山口祭りの際に300文を拠出、慶長9年5月の法都市の社の作辞に、磯部9号の村々と共に参加するなど、磯部とのつながりが深かった。江戸時代には、伊勢国渡来軍確かが楽務に属し、日山村として、紀州藩、田丸領にあった。天保法庁によると、 村高は67国と少なく、宝永7年の個数は7個であったという。また、日山北部の神殿開発により夏草や栗木、広志神殿が生まれ、後に栗木広志神殿は独立した村となった。開拓には、五桂地建設のため水没地の滝群後計村上後、桂集落から移住した人々が大きく関与している。宗教については、 天白の森という名の森があり、天白信仰があったことがわかる。江戸時代には伊勢国に属していたものの、火山を開拓した人々の先祖の故郷にあたる、島国狭間村で神社を造営するときには祝儀を送るなど、狭間村とは強い結びつきがあった。明治時代には町村政志向により、渡来軍、神原村の大技となる。 昭和の大合併では神原村が文村合併を選択し、檜山は他の平成の大合併では島市の一大技になった。檜山には平家の落ちうが隠れ住んだという伝説があり、その証拠となる平家の赤旗に竜と古文書が残されていたが、明治初期の廃物希釈の中で焼却処分されたと伝えられる。平家の落の里であることの傍傷として、 日山で平家ゆかりの熊の散々を祀ってきたこと、同じく平家のおちう伝説の伝わる磯部城ご地と同じ小屋の谷、天白の森という地名が残ることが指摘されているが、詳細は不明である。伊勢神宮のおそま山であり、日の機材を切り出していたことにちなむという、2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ウェブに、 1745年以降の人口の推移。なお、2005年以降は、国勢調査による推移。1745年以降の世帯数の推移。なお、2005年以降は、国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる Web9。2016年に廃校となる Web10、Web11 まで日山は、正規小学校の学区であった。 web12、日山では、みかんの栽培が行われているが、稲葉栄一の調査によると、日山近隣の南伊勢町で栽培される5カ所、みかんとは、期限が異なるという。日山のみかん栽培は、1891年に、日山の西松助が、田島牛を買いに、兵庫県を訪れた際、みかん栽培の話を聞き、路に、みかん栽培先進地の和歌山県有田郡で、 栽培法や品種を学び、山林を開拓して、翌1892年に植栽したのが始まりである。しかし、その時結実したのは、みかんではなく金柑であり、その後次期で、ネーブルオレンジイオカンの栽培を試みるも、失敗してしまう。初めて成功するのは、オワリウム州を導入した1902年から1903年頃のことで、以降栽培が広まっていった。 鉄道は通っていない。最寄り駅は近鉄島線島磯部駅。路線バス、磯部地域予約運行型バス発する後や山集落、センターバス停道路。ありがとうございます。